第44回チャンピオンカップ目白氷騎乗西健一騎手です。おめでとうございます。おはようございます。まずは今のお気持ちをお願いいたします。とても嬉しいです、はい、レース前はどのような作戦で行こうというふうに考えでしたか。作戦も何も、もう雪降ってきたんでもう行くしかないなという、そういう気持ちで乗ってました、はい、この雪っていうのはどうだったんですか。まあそんでもまだ気温は暖かかったんで、まだ砂がザクザクしてたんで、まあ、前の軽さとはまた違った意味での軽さでしたね。レース展開的にはどうだったんでしょうか。いやもう馬に合わせてですね、はい、ゴール前は激しい接戦でしたけど、どんな感じでしたか。いや最後出たの分かったんで一安心しましたね、はい、もう勝ったなっていう感じでしたか。ああそうですね、はい、この馬で先日 NAR のグランプリの表彰式に出席されたと思うんですけども、はい、どんな感じでしたか。いやもう各地からね、そのいろんな方が来てくれて、ね、すごいいい場所でしたね。来月大一番連覇に向かってということになりますけど、どうでしょう。そうですね、そこ勝ってまだ来年またもう一回行きたいですね、はい、では最後にファンの皆さんにメッセージお願いします。まあ3月大一番が残ってるんで、またそこに向けて頑張りたいと思うんで応援よろしくお願いします。西健一騎手でした。おめでとうございます。以上をもちましてスカパー地方競馬団員賞第44回チャンピオンカップ勝利ジョッキーインタビューでした。